かな。Oh, thank you very much. この人は日本語分かってるんですかね。こういう評価は日本語が分かってると出せないと思うけど。さあ始まりましたね。あ、なんか日本人の実況は外人のよりなんかいいみたいな。やっぱイントネーションの問題もあるんですかね。話し方というか、まあ全然 D1 とかプロークの方がいいと思うけどな。聞いてて始まりましたね。なんかそう、このカードって一戦目夢のようにわっとハイランダーを素晴らしい暴れですね。ちょっとわかんないですね。わかんない人入った。ハンマー開いてる。あれ、これスクリーン上げるか下ろすかってボタンだけですよ。なんかそして、配信戻ると、まあ、いつの間にかちょっと、まあ、多分眠るが入ってた。そうですね、眠がさっき決まったので。お互い一撃必殺のキャラに、これは入ったが、さあこれ決まるか。おお、素晴らしい、完璧な選択肢ですね。上スマッシュホールド、しかも背後側に当てる、知ってますね、相倉の上スマの出方。ここでなるべくパーセントを稼いでおきたいですね。相倉がまた激痛までちょっと厳しいんで、ウォブルスでもないから。これエボのウォブルスを彷彿させますね。この展開ありましたね、この展開。ハングリーボックスに対して相倉一体で勝つっていう、なかなか行かれたことやってもらいましたけど。下投げが入って空後ろ空上の音が透かし上げしなかったから今反逆でしたね。しかし投げからのリターンが低いですね。これはもう一人なんで、もし相方いったら致命的ですね。投げをこすって引くさ、空上のちょっとリターンが低いが、まあ、あれぐらいが妥当なんですかね。まあ、しゃあないな。ちま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 やっていきましょう。一応これ相倉側から近づかなくていいですからね。おお、弱したスマ入るんですね。あ、なんか小賢しいコンボがプリンで、これはちょっと詰んでますが、あ、崖はつかまなくてよかった。一人の相方に対しての副将として気をつけてほしいのが、崖をつかむ必要はないですね。相方に対して崖の上でゆるり止まって、そこを叩いていけばアピールかましていく。相方はなぜかアピールをするという習性がある。上スマ置いていって左スマートフォンでちょっと相方の火力が跳ね上がりましたからね。スマッシュ2発当たる。おっと入るか、横スマが入ってしまう。今のはどうなんですかね、暴発なのか、まあ妥協なのか。ブリザードかましていって、オートもわちゃわちゃやってる。まさかわちゃわちゃ。さあこのなんか怖いですね、インファイトのやり取りが。どっちも一撃必殺のもちろんし、下スマが入って、おギリギリいける。上スマに引っ掛けていく。今の判定が本当強いんですよ。地下が有利不利に俺見えないんですけどね。あるとしたらまあプリン有利なんだろうな。あと入ったか、あ、惜しい。まあ入りそうですけどね。お互い際どい状況、あ、お見合いしておくと横スマ当然横スマホールドです。あっと入った、この展開から。これ完璧入りましたね。もうバーストパーセントでした。ここからちゃんと綺麗に最後まで決めてもらおうとしましょう。ここは変わってないですね、現役の時と。このセロだけは本当すごいんで、こいつ。お茶飲んでね、2発目も入って。うわー、この来ましたね、この最悪な流れ。1回入るとズルズル入って、まあもう気づいたらもう点差で負けてるみたいな。淡々とこなしていくんですよ。勝った瞬間に喜ぶ間もなくプププ禁止お願いしますと。まるで業務ですね。あれプププを禁止しましたね。で選んだステージは戦場。どうなんですかね、戦場。まあ良くもなく悪くもなくって感じなんですけど、ちょっといいですね。あ、
開幕入ってしまう。これ精神的に辛いですね、横ペチ。これ日本ではありなんで、海外ではなしの大会もありますけど。まあ、1本目ゼロパーで取っていったのは全然かこう大幅な有利を取ったが、プリムもあるんでね、一発挽回の課金が横須賀を置いていく。焦ってくるプリンのところにどんどん置いていきたいですね、展開としては。プリンは逆に焦ってほしくない。ここでプリンは別にどんどん待ってていいんだよね。さあまだいくらダメージ食らってませんね。これそうですね、これ来ますから、もしかしたら JB5 の伝説が。あーおっと、あっと食らってしまった、まあ、そんなもんでしょう現実。よくあーシスマが入る。ガーデツしたスマには気をつけていけない、ね、アイクラは。ウエスマッシュ素晴らしい、いい置きですね。そうですね、今のはあれが本当鍵なんで、あの降りてくるとか差し込んでくるプリンに対して下スマッシュ、横スマッシュを置いて、ウエスマッシュ下スマッシュ横スマッシュを置いていく、本当に貴重な選択肢。これがまあいかに噛み合うかのはむしろこのカードの鍵な気がします、まあ、アイクラからはむしろ行く必要はない。ウヤンばかりのこのちょっと街に停止していくかと思いきや飛び込んでいく。横スマッシュが入り敵していきたいが、まあ、そこができないのがないのがプリン。あーとちょっとミスってしまう、厳しい展開。下投げて、これどっち行きますかね。アイコの追い方が華麗に避けてくだからプリンに対してこれブリザードからのスマッシュマッシュは本当に強いんですよ。ボールスマやってたんですけど勝ちたくないですよ、プリン側からしたら。こんなのガラッとガラッと入ってしまう、厳しい展開ですね。いやむしろもう4立てが待っている、このまま流れていきます。あこのまま綺麗に決めていき、まあ、いかないですね。あこのまま4立てで締めるのか全獣が、それとも一矢報いんのか。さっきもねまだゲームを取ったやつ頑張るんですけど、投げて投げ、あ果敢に飛び込んでいくが、あなんかちょっとプリン使いとしては普通にミスとしかないですね。そこは持ち味なんで、このキャラなんで。さあ上の置いて外に出していき、妥協性を合わせる、この読み合い。内側転がりを借りたいが、ちょっと優秀になりました。さあ置いていく、触れずに投げから入らず、マイクラの投げは多分しゃがんでも入ると思う。ここだけは救いですよ、ナイクラからしたら。投げが入れやすい、そういう意味で N。 おお、素晴らしいものを見せてくれ、何も技置かなかったです危ういやり。空上が入ってバースト、依然3ストック、2ストックもリードしますね。チーティングがプレッシャーに、プレッシャー怖い。台の上立ち回って、プリンがここと丁寧にいって、的確に相手の隙をついていって効果力を取ってくるしかないですね。効果ないな、あ痛恨のミス最後あれが戦場マジックってやつですね。